はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、新キャッシュカード申し込み開始、キャッシュの申し込み方法や注意点など簡単に解説と、 いうことで、ついにやっていきました。あの Visa ペイドカードでおなじみのキャッシュですね。こちらが新しくなるカードの発行の開始をしたということでしたので、そのカードについてのちょっとしたおさらい、そしてそのカードの申し込み方法なども含めてサクッとお伝えしていこうと思います。なのでまあ動画の序盤はこれまで聞いたことがある、見たことがあるってなるかもしれませんが、まあそれも含めて最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは行ってみましょう。 まず、こちらのキャッシュというカードなんですけども、まあ、初めての方に簡単にどんなカードかお伝えすると、ビザプリペイドカードということで、年齢制限なく作成できまして、年会費無料。あとは、ネットで申し込んでサクッと作れるという、かなり便利なプリペイドカードというのが特徴的です。で、カードとしましては、水色を基調した表面がサラサラのカードとなっております。これはまあ、従来のカードなんですけども、今回はこのカードがリニューアル、新しくなるということになります。 ちなみにネット上でもバーチャルカードということで利用は可能となってまして、まあこれに関してはメールアドレスと電話番号さえあればすぐに発行も可能となっております。 で、使い方の特徴としましては、まあ、キャッシュ単体でお店とかで普通に、まあ、ビザが使えるところで決済しても大丈夫なんですけども、まあ、プリペイドカードなので、ビザやマスターカードでキャッシュにチャージをして、で、ビザが使えるところでキャッシュで決済をするという、まあ、クレジットカードのポイントの恩恵も受けることができますし、それプラス、キャッシュの還元も受けることが可能という、なかなかこうマルチな、まあ、プリペイドカードかなと思います。ちなみに、まあ、還元率に関しては後ほど解説します。そして今回、 新しくなる。 キャッシュというのがこちらですねじゃん、ということで、今回はこちらが新しくなるキャッシュ、その名もキャッシュカードとなります。まあ、いろいろな情報事前に出ていまして、この発行開始が、まあ、実際にいつなのか、そわそわしていたところではあるんですけども、それがですね、ついに本日から申し込みが開始となりました。まあ、結構ですね、僕の動画でもちょくちょくコメントでもいただいてたんですが、まあ、かなりの方がこれに待っていたんじゃないかなと思います。今出てるように、 はこちら3色ありますね。 で、この新しくなるキャッシュの特徴なんですが、まずはその IC チップが搭載されるということで、まあ、その IC チップが入ることによって、これまでキャッシュで決済していた時にサインを求められたことがあったと思うんですが、まずそれがなくなるということですね。まあ、いわゆるそのサインレスということなんですけども。けど、これ大きいですよね。こう、やはりキャッシュレス決済の魅力といえば、こう、サクッと支払えるというところが魅力的なので、まあ、サインをその書く手間があるっていうのは本当に、ちょっとこう、やっぱ時間を 取られちゃいますよねそしてビザタッチ決済これが使えるまたこれ本当大きいですよね ここ最近はそのタッチ決済ができるお店も少しずつなんですけども多くなってる印象で、まあ全国的なお店であれば例に挙げると、まあローソンとかマクドナルド、スキヤとかハマ寿司とかですかね。まああとその以前動画でもお伝えしたんですが、あのセブンイレブンでも今年の6月からタッチ決済に対応するということでございました。なのでまあ今度のその新しくなるキャッシュでも今もう写真にでも出てるように、まあタッチ決済が可能となるので、まあ よりスマートにお会計ができるんじゃないかなと思います。 タッチ決済に関連するんですが、このキャッシュはモバイル非接触決済にも対応します。まあ、けど、これに関しては、Android の Google Pay のみなので、お持ちの方がいらっしゃれば、ご自身のスマートフォンにキャッシュを登録して利用が可能となります。これいいですね。ちなみに、それに関しては2020年の3月末頃を予定しているとありました。まあ、それまでは新しくなるキャッシュのモバイル非接触決済は使えないので、これは間違いないようにお願いします。そして、せっかくなので、 の比較表も改めて出してみましたサクッと見てみましょうで、今こちらの上3つに関しましては先ほどお伝えしたので省きます あと、こちらですね。国内利用はもちろんなんですけども、海外利用が可能になるということですね。これまたいいですよね。まあ、キャッシュのその、立ち決済で海外とかで利用する場合は、スキミング対策にも結構いいんじゃないかなと思います。けど、その、海外で使うことによっての、その、例えばその、手数料とかに関しては、情報がなかったので、ちょっとこれ気になりますね。次に、1回あたりの決済上限がこれまで5万円だったんですけども、それが今回は新しいキャッシュ、キャッシュカードは30万円となります。 あと、こちらの月あたり、一月あたりの決済上限額が100万円まで。なので、これまでですね、従来のキャッシュで大きな買い物ができなかったのが、まあ、今度のその新しくなるキャッシュカードによって、それが払拭されるということになりますね。これ結構大きいですよね。 そしてここも重要ですね。ポイント還元率ということで、新しいそのキャッシュは1%還元なんですけども、従来のキャッシュは2020年4月の1日より0.5%還元となります。まあちょっとこれからですね、本当に色々と賛否両論あると思うんですけども、そして今右側のバーチャルカードは0.5%ということですね。あと、ここにも出てる通り、発行手数料が今回の新しいキャッシュに関しましては900円かかります。なので、このカードの還元 還元率が1%還元となるのでまあそのいわゆる元を取るためには9万円の利用が必要ですねなのでまあこれが高いか安いかなどに関してはまあ個人差があるかなと思いますけどまあちょっと下にも出てるように年会費が今回無料まあどれも無料になるんですけども無料ということもあるのでパッと見た感じはその発行手数料の900円が高いと感じるかもしれませんがまあキャッシュをその長く今後も使われるまあ長い目で見てキャッシュを実際に長く使われるという方であれば9万 とといいいうのも人によっては結構安く感じじるんじゃないかなか思います、まあ、ちなみに僕は使いたいというのもありますが、まあ、興味本位というのが勝りましてもうとりあえずすぐに発行の手続きを行いましたちなみにこのキャッシュの発行には本人確認の書類も必要となっております それではおさらいはここまでにしまして実際のキャッシュの発行方法についてですねこれめちゃくちゃ簡単ですまずはキャッシュのアプリをインストールされてない方はまずはインストールから行ってくださいそしてすでにキャッシュのアプリを入れられている方はアプリのアップデートを実施してくださいそうではないとお手,の手続きができませんのでお気をつけくださいでアップデートインストールなどが完了しましたらいつものこういったキャッシュの画面が表示がされますで手続きを行いたいので右上のまずカードのマークの上に プラスのマークっていうのがあるのでここの部分をタップしますそしたらこのような進化した次世代ビザカードというタイトルが表示される画面が出るのでここのキャッシュカード発行申し込みというところをタップします次にカラー選択の画面に移動するのでここでご自身のカラーを選択してくださいちなみに今出てるのはネイビースライドしたらこれはピンクこれ結構可愛いですねそしてシルバーという順番ですかねちなみに僕はまあ結構迷ったんですけども今回ここの このシルバーを選択しました。で、カラーが決まりましたら下をタップして、次にここで順番を踏んでって申し込みを行いますで。発行手数料なんですけども、ご覧のように発行手数料900円を残高にチャージということで、もしキャッシュの残高に900円入ってない場合は先に行いましょう。ちなみにこの900円に関しましては、発行の手続きをした段階で残高から引き落としがされます。 そして残りの本人確認書類のところでは、僕は運転免許証を表と裏面をアップして、あとは残りの氏名とか住所などの諸々の情報を入力して、これで手続きが完了となります。めちゃくちゃ簡単ですよね。 で、一応ですね、申請画面にもあったんですが、申し込み完了後のキャンセル、そして返金はできないということですね。あと、色の変更もできませんので、お気をつけください。あと、申し込み完了から、3から5営業日程度でカードが届くみたいです。で、場所によっては、その郵便局から発送されて、1日から2日程度でも、まあ、届く場合もあるみたいなんですが、まあ、今回ですね、結構今、あの、Twitter でも色々見てたんですけども、まあ、結構盛り上がってるような状態だと思うんで、場合によっては、これも 注意書きにあったんですが混み合っている場合は1ヶ月ほどかかる場合もあるということになりますのでこれもお気をつけください。 で、最後にちょっとしたまとめなんですけども、今回のキャッシュですが、IC チップの搭載、タッチ決済が可能ということは、年会費は無料で発行手数料900円で還元率が1%という感じですね。ちなみに、これまでのキャッシュに関しましては、発行の手数料が300円かかりまして、還元率が先ほどもお伝えしたように、2020年の4月の1日より0.5%還元に変わるので、これもお気をつけください。あと、先ほどの解説にはちょっと含めてなかったんですが、今回の新しくなるキャッシュ、キャッシュカードには、 3D セキュア、いわゆるその本人認証サービスですとか、Apple Pay には対応してないので、そこも間違いないようにお願いします。まあ個人的には、この 3D セキュアに対応すれば、まあ使える幅が広がるということと、あとまあそのユーザーも増えるということ、あとはその iPhone ユーザーでもあるので、僕自身、Apple Pay にはやっぱこう対応してほしいなっていう気持ちは少なからずあります。 まあそんなこんなで今回はキャッシュについてのおさらいと発行方法について簡単ではありましたがお伝えさせていただきました。まあ今回僕は発行しますが、この動画を見てくださっている視聴者さんは発行されますかね 僕は先ほどもお伝えしたように使ってみたいというのもありますが結構その興味本位好奇心でも欲しいなっていうのもあるのでもし作成される場合はご自身でしっかりと検討した上で発行されることをお勧めします。まあ、ちなみに先ほど今現時点ではちょっと申し込みの欄がなかなかこう混み合ってるということでアクセスしづらいという状況もあるみたいなのでちょっと時間を置いて試してみるのもいいのではないでしょうか。 一応下の概要欄にキャッシュの公式のページのリンク貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ここ何日か前からツイッターで今出てるような画像で,ですね。メルペイのアカウントで、まこんなツイートをしていることが多いので、ま3月の1日月曜日ではなく日曜日でしたね。日曜日から何かしら始まりそうな予感はしてますよね。まあ最近のメルペイの傾向的にはスマート払い関連のキャンペーンが多いので、まその可能性もなきにしもあらずという感じですかね。ちなみに、もしメルペイを今後も利用される方がいらっしゃいましたら、ま今月いっぱいで終了するセブンキン ATM に1万円以上チャャーージして抽選で1000円がもらえるキンンペーンっていうのも今開催されているので、まあそれと絡めるのもいいんじゃないかなと思います。一応下の概要欄に、まあ、それもリンクも貼っておきますので、まあぜひそれもチェックしてみてください。ということで、ありがとうございました。